はい、どうも皆さんこんにちは。スターリーの河野玄斗です。今回はですね、外に来て何をするかと言いますと、山手線一周乗って単語を何単語覚えられるのかっていう企画を検証していきたいと思います。これね、学校始まって、通学時間とか通勤時間とかね、あると思うんですけど、その時間をじゃあ有効活用したらどんなにね、有意義なものになるのかっていうことを、僕はね、単語を覚えるという企画を通して届けられたらなと思います。だいたい山手線一周なんで、だいたい1時間ぐらいですね。だから1時間の中でどれぐらい単語を覚えられるか頑張りたいと思います。今回の試験範囲はこちら、192ページからです。スペイン語ね、スペイン語。英語だったら元から知ってる単語があると思うんですけど、スペイン語はね、完全に未知数なので、もう本当に文字通り何単語を覚えられるのかっていうことを純粋にね、届けられると思います。ちょっとやったことないので分かんないんですけど、頑張りたいと思います。じゃあ多摩地駅から出発して頑張ります。平日朝のスイカ通勤で、じゃあここから頑張りたいと思います。どうした？早くテストしてほしい。どんどん抜け落ちてくる。ちょっとやばい。早速じゃあ試験受けられるとこ見つけるか。筆記用具持ってる？オッケー、持った。オッケー、じゃあ試験を受けたい。ここやろっか。よし、試験こちらです。はい、頑張ります。制限時間は5分。頑張ってください。おそらく高輪ゲートウェイ駅史上初めて駅のホームで試験を受けてます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、1個思い出せなかった。待て、終了。どうだった？いや、1個ね、セニアルでトラフィコってなんだっけなっていうので意外と埋められたから、ちょっとね、点数が楽しみ。いや、どうだろう。早速採点していきます。山手線一周お疲れ様でした。ありがとうございます。採点結果返します。採点どうだろうな。今回のスペイン語の試験、100問中正解は99個。お見事です。よかった。すごい、全部あったね。いや、そうだ、交通標識だ。うわー、セニャール、そう、標識だった。わー、もうこれね、そう、覚えたんだよな。これちょっとチェックしないとなと。ちょっとね、抜け落ちもあったけど、でも99個覚えられたっていうのは大きいんじゃないかなと思いますね。でも1時間で99個で、通学時間としてはそんなに長くない。1時間だね。1時間ぐらいですね。それで大学受験にね、必要な英単語数って大体2000単語って言われてるので、こんな感じでね、1日100単語覚えられるわけですから、通学時間だけで、だいたいそれで1ヶ月もあれば大学受験に必要な英単語ね、覚えられちゃうっていうことなんですよね。なので皆さんもね、ぜひ通学時間、通勤時間だったりっていうのを無駄にせず、有意義に過ごしてもらえたらいいかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。イエイ。